Bye. Mm -hmm. ジャズの境界線と同様にブルースとロックンロールの境界線も意見や分類の問題です。基本的な12小節のブルース形式はロックンロールのヒット曲に無限に再利用されました。ベリーのジョニー・ビー、グッドからリトル・リチャードのズッティ・フルッティ、ビル・ヘイリーのロック・アラウンド・ザ・クロック、バディ・ホリーのペギー・スー、そしてすぐに偏在するツイストまでです。ウォーターズのフーチー、クーチーマンは少し変化をもたらし、 標準の進行の最初の4小節を倍にして16小節のブルースを作り、そのモデルはカール・パーキンスのブルース・エイド・シューズとプレスリーのジェイルハウス・ロックにも続きました。これらすべての曲をブルースと呼ぶかどうかは選択の問題ですが、2つのことは明らかです。厳密な火星の定義ではこれらはブルースであり、ロックンロールの到来は多くのブルース系のパフォーマーに打撃を与えました。 ルイ・ジョーダンとティー・ボーン・ウォーカーからマディ・ウォーターズやハウリン・ウルフまでティーン向けのグッドタイムダンス音楽への焦点は年配のアーティストや特に大人のテーマや懸念に対処した音楽に脅威を与えました。1957年ベリーが子供たちに向けた陽気な12小節の歌詞を歌っている間朝起きて学校へ先生がゴールデンルールを教えているマディ・ウォーターズはガット・マイモジョワーキングを録音していました。 これは、アフリカ由来の魔法の伝統へのオマージュです。サニー・ボーイ・ウィリアムソンは、得た知識について歌っていました。間違いに気づくのに時間がかかったけど、俺はもうカエルを太らせて、蛇の餌にはしないよ。B、B、キングは、スイート・リトル・エンジェルを祝っていました。 彼女が羽を広げて俺を包むと、喜びとすべてが得られるといった、非常に大人の言葉で、やがて、ボビーブルーブランド、キングのかつての運転手は、フューザーオンアップザロード、誰かがあなたを傷つけるように、あなたも誰かを傷つけるだろうという警告を持って、最初のヒットを得るでしょう。依然として古いブルーススタイルのオーディエンスは存在していました。これらのレコードは、すべてよく売れましたが、 ウォーターズやウィリアムソンのエントリーはナショナルチャートに入るほど成功しませんでした。しかし1950年代のティーンエイジャーは自分たちの音楽を聴きたがっていました。ほとんどのアフリカ系アメリカ人の都市の子供たちは田舎の南部とほとんど関係を感じていませんでした。急成長する公民権運動の中でも彼らはそうしたいと思っていませんでした。 1960年代初頭には、ブルースに献身的であり続けたミュージシャンたちは、日中は仕事をするか、少数の高齢リスナーに頼るか、サウンドを近代化する方法を見つけるかのどれかをしていました。その間に、ブルース以上のスキルを持つアーティストたちは、別の方向を探求していました。ダイナ・ワシントンは、弦楽器を多用したバラードや滑らかなソウルのデュエットで、ポップチャートにクロスオーバーし、レイ・チャールズは、セクシーな歌詞をゴスペルソングに継ぎ期し、 そこからポップやカントリー、西部劇の音楽に広がりました。B、B、キングはその両方のラインを渡り、豪華なアレンジとバックアップコーラスを特徴とする、ポップスタイルのレコードを制作しながら、ライブでは古いスタイルを演奏し、1960年のスイートーンのようなブレイクスルーヒットも出しました。ゴスペルの影響を受けたソウルスタイルが台頭しており、 キングのアレンジがやや古風でも、そのボーカルは新しいサウンドにぴったりでした。また彼はメンフィスやシカゴの若い世代のパフォーマーたちにも影響を与えました。その中にはアルバート・キング、リトル・ミルトン、オーティス・ラッシュ、バディガインが含まれていました。 これらのアーティストの中には、レコードでは基本的なブルーススタイルに固執し、エレキギターやハーモニカをフィーチャーしたものもいれば、本主体のソウルディスクをカットしたものもいました。いずれの場合も、レコードに録音されたものが、必ずしもギグで演奏されたものと関連しているとは限りませんでした。プロデューサーやレーベルオーナーが、ほとんどの録音決定を行い、 クラブでソウルヒットを演奏していたアーティストはディスク上のブルースアーティストよりも効果的と判断されるかもしれませんし、その逆もあり得ます。バディガイはキングのファルセットの叫びで装飾された。 ギターラインとボーカルが特徴の荒々しいブルースで知られていましたが、シカゴのバーでは全ての店にジュークボックスがあり、トップ10の曲を演奏できなければ、このクラブでは演奏できないと振り返っていました。マディ・ウォーターズは依然として古いヒット曲をおなじみのスタイルで演奏していましたが、バンドはソウルボーカルやハードバックのインストゥルメンタルでショーを充実させていました。ロックンロールと同様にブルースとソウルの間の境界線は、 弾きにくいものでした。アイクアンドティナ・ターナーは1960年に12小節のブルース・ア・フール・イン・ラブでチャートに初登場し、その5年後にジェームス・ブラウンはパパズ・ガット・ア・ブランド・ニューバックとアイ・ガット・ユー・アイ・フィール・グッドの一対の12小節の楽曲でファンクの到来を告げました。得たジェームスはチェスレコードの主要な女性スターであり、 彼女のすべてのヒット曲はソウルの範疇にありましたが、1964年のライブアルバムでは、ウォーターズ、B、B、キング、ジミー・リードから学んだ曲と、そのサウンドをミックスしていました。 一方、ルイジアナでは、ラテンのグルーブが、ソウルファンク運動のリズムの基礎を形成し、ニューオーリンズのカリブ海に影響された、ブルーススタイルにぴったりとフィットしました。ピアニスト兼プロデューサーのアラン・プーさんと彼のスタジオバンドは、トランセンレントにファンキーなミーターズへと進化し、1966年の、Get Out of My Life, ウーマン、リード・オーシーのヒットである、12小節のブルースが、そのスタイルを象徴していました。 スリムハーボは南ルイジアナ中央出身のリラックスしたギタリスト兼ハーモニカ奏者で様々な影響を受けていました。彼の最大のヒットであるベイビー・スクラッチ・マイ・バックはソウルバンドが定期的にカバーするハイリズムリフの上でセクシーなモノローグを展開するものでした。 いくつかのアーティストは、より家庭的で、古風なスタイルで、全国市場に到達し続けました。ジミー・リードは、伝統的なブルースマンで、リラックスした田舎のドロールで歌い、自身のハーモニカと、ブギー・シャッフルギターに支えられていましたが、彼は、1950年代後半から、1960年代初頭にかけて、一貫してヒットを飛ばし、若いソウルや、ロックンロールスターによってカバーされる曲を持っていました。 しかし、1960年代には、ブルースという言葉は黒人ポップリスナーにとって、ほとんど支持を失っていました。ジェームス・ブラウンは、ブラインド・ドーイ・イクラーや、タンパレットの音楽と共に育ち、12小節形式で、いくつかの大きな成功を収めましたが、自伝では、ブルースはまだ好きじゃない。 決して好きになれないと主張していました。ソウル時代は黒人の誇りが芽生えた時代であり、アメリカの都市部のゲットーでの生活が厳しかったとしても、若いアフリカ系アメリカ人は南部の麺畑を思い出させることに何の関心もありませんでした。したがって1960年代半ばまでには、ブルースのレーベルはソウルバンドの一部とみなされないアーティストに限られるようになっていました。ジェームス・ブラウンはパパズ・ガット・ア・ブランド・ニューバック。 と、I got you, I feel good の一対の12小節の楽曲でファンクの到来を告げました。エタ・ジェームスはチェスレコードの主要な女性スターであり、彼女のすべてのヒット曲はソウルの範疇にありましたが、1964年のライブアルバムでは、ウォーターズ、B、B、キング、ジミー・リードから学んだ曲と、そのサウンドをミックスしていました。一方、ルイジアナでは、ラテンのグルーヴがソウルファンク運動のリズムの基礎を形成し、 ニューオーリンズのカリブ海に影響されたブルーススタイルにぴったりとフィットしました。ピアニスト兼プロデューサーのアラン・プーさんと彼のスタジオバンドはトランセンレントにファンキーなミーターズへと進化し、1966年の Get Out of My Life ウーマンリードーシーのヒットである12小節のブルースがそのスタイルを象徴していました。スリムハーボは南ルイジアナ中央出身のリラックスしたギタリスト兼ハーモニカ奏者で様々な影響を受けていました。 彼の最大のヒットであるベイビー・スクラッチ・マイ・バックはソウルバンドが定期的にカバーするハイリズムリフの上でセクシーなモノローグを展開するものでした。 いくつかのアーティストはより家庭的で古風なスタイルで全国市場に到達し続けました。ジミー・リードは伝統的なブルースマンでリラックスした田舎のドロールで歌い、自身のハーモニカとブギー・シャッフルギターに支えられていましたが、彼は1950年代後半から1960年代初頭にかけて一貫してヒットを飛ばし、若いソウルやロックンロールスターによってカバーされる曲を持っていました。 しかし、1960年代には、ブルースという言葉は、黒人ポップリスナーにとって、ほとんど支持を失っていました。ジェームス・ブラウンは、ブラインド・ドーイ・イクラーや、タンパレットの音楽と共に育ち、12小節形式で、いくつかの大きな成功を収めましたが、自伝では、ブルースはまだ好きじゃない。決して好きになれないと主張していました。ソウル時代は、黒人の誇りが芽生えた時代であり、アメリカの都市部のゲットでの生活が厳しかったとしても、 若いアフリカ系アメリカ人は南部の麺畑を思い出させることに何の関心もありませんでした。したがって1960年代半ばまでにはブルースのレーベルはソウルバンドの一部とみなされないアーティストに限られるようになっていました。フォークブルースの復興。 1960年代の幕開けとともに、新しいブルースのオーディエンスが、コーヒーハウスや大学キャンパス、そして、ヨーロッパのコンサートホールに現れました。ジャズとフォークの学者たちは、1920年代以来、ブルースに全身的に関心を持っており、数人のアーティストハディレッドベリー・レッドベター、ジョッシュ・ホワイト、ビッグビル・ブルーンジーは、ニューヨークのキャバレー、大学のフォークミュージッククラブ、ヨーロッパで、中流階級の白人ファンのために演奏する、 セカンダリーキャリアを見つけました。1958年には、ブルーンジーの推薦で、イギリスのジャズトロンボーン奏者、クリス・バーバーが、マディ・ウォーターズとのツアーを手配し、イギリスにエレクトリック・ブルースの味を提供しました。一部のファンは、それを愛し、他のファンは、音量に文句を言いました。1960年の夏、ウォーターズは、彼のフルバンドをニューポートジャズフェスティバルに連れて行き、 ジョンリー・フッカー、ジミー・ラッシング、ブギウギピアニストのサミー・プライス、そして、ルイジアナ出身の田舎のフィドルギターデュオのブッチ・ケージとウィリー・トーマスを含むブルースの5号を提供しました。2年後、ドイツのプロモーターの1組がアメリカンフォークブルースフェスティバルと銘打ったツアープログラムをまとめ、フッカー、ティー・ボーン・ウォーカー、メンフィス・スリム、ヘレン・ヒュームズ、そしてアコースティックデュオのブラウニー・マギーとサニー・テリーをドイツ、フランス、 イギリスに連れて行き、1969年まで毎年同様のツアーを主催し続けました。これらの興行が示すように、フォークやジャズのプロモーターのブルースへのアプローチは明らかに歴史的である傾向がありました。1938年のジョン・ハモンドのスピリチュアルズからスイングへカーネギー・ホールコンサートをモデルに音楽の発展を田舎のスタイルから都市の変容を経て、1950年代初頭のエレクトリックサウンドまで追跡する。 教育プログラムを作成しました。そのアプローチに従って、商業的小ビジネスの気配を避けました。ヨーロッパのプロモーターは、ティーボーンウォーカーに説得して、スタイルが変わったため、ブルースの要素は通常、男性のシンガーギタリストに限られることになりました。田舎の純粋さへのこだわりは、時には馬鹿げた極端なものにまで達しました。1959年に、サム・チャーターズが、ブルースについての最初の長編研究書を出版し、 ブラインド・レモン・ジェファーソン、ブラインド・ウリー・マクテル、ロニー・ジョンソン、リロイ・カーのトラックを含むアルバムが付随しましたが、どちらもカントリー・ブルースと題されていました。一部の熱狂的なファンは、ジョンソンやカーのような都会人の参加に憤慨し、本当に、カントリー・ブルースというライバル LP を発行しました。純粋さにこだわるファンは少なかったものの、リバイバリストは、一般的に、以前の観客とは異なる趣味や基準を持って、ブルースに接していました。 過去には、ブルースはキャッチーなダンスリズム、乱暴なユーモア、そして、ファンの生活、トラブル、夢を反映した曲で、リスナーを惹きつけていました。それに対して、リバイバリストは、ポップシーンの軽いエンターテインメントの代替や、消え去った、または異国の世界への洞察を求めていました。その結果、自分たちの作品を、ポピュラーマーケットに適応させた、多彩なプロフェッショナル、カー、タンパレット、ティーボーンウォーカー、ライナ・ワシントンは、より古風で、 明らかに地方のスタイルを体現するパフォーマーや時折フォーク詩人として評価される内政的なソングライタースキップ・ジェームズに比べて評価が低くなりました。リバイバリストの美学はいくつかの素晴らしいアーティストに新しい注目をもたらしました。 その中には再発見され、人生の黄昏時に新しいキャリアを見つけた者も,もいました。最も成功したのはミシシッピ・ジョン・ハートというデルタのギタリスト兼シンガーでした。ハートは農夫であり、時折密造主を作るもので、主に自分の楽しみのために音楽を演奏していました。そのため、商業的なトレンドに追随する必要はありませんでした。 彼のスタイルとレパートリーは19世紀に遡り、1928年に最初のレコードを制作した時には、すでに古風に聞こえていました。しかし、フォークの観客にとっては、彼のカントリーダンスチューン、ラグタイムの商品、悪党のバラッド、宗教的な歌、初期のブルースの混合は、よりモダンで、音の多様性に欠けた作品にはないものでした。 彼は、ブルース中心の同時代のアーティストとは一線を画しており、暖かく優しい声と、歯切れの良いギター演奏に合う、輝かしいユーモアのセンスを持つ、非常に魅力的なパフォーマーでもありました。フォークブルースのファンは、古いスタイルを復興し、保存するだけでなく、彼らが愛する音楽を真剣で価値のある芸術として確立しようとしていました。田舎のパフォーマーを記録し、プロモートすることに加えて、彼らはインタビューを行い、過去を研究し、 地域及び歴史的なスタイルを分析分類しようとしました。比較的ブルースの少ない曲を演奏するハートのようなミュージシャンは、ソングスター南部の田舎では、シンガーの同義語と呼ばれ、そのレパートリーの広さと、19世紀以前のスタイルの保存価値が評価されました。コレクターは、1920年代後半に、非常に変わった古風なレパートリーを録音した、ヘンリー・ラグタイム・テキサス。 トーマスのレコードを求め、ハートと同じく、1890年代に生まれたが、1960年に、コレクター志向のアークフーリーレーベルで、最初のレコードを制作した、テキサスのマンシリプスコムのような以前に、録音されていなかったプレイヤーも発見しました。生きているアーティストを紹介することに加えて、リバイバリストは、古いレコードの再発も組織しました。初期の試みは、フォークウェイズやリバーサイドのような専門レーベルで行われましたが、 1961年にコロンビアはロバート・ジョンソンの録音を収めた LP キング・オブ・ザ・デルタ・ブルース・シンガーズをリリースしました。1930年代後半以来、ジャズとフォークのファンの小さな集団はジョンソンを例外的な人物とみなしており、このアルバムは彼を神秘的なミシシッピの天才として確立しました。彼の作品は後のほとんどのブルースの基礎となりましたが、 特に熱心なファンの中では全てのロックンロールの基礎となりました。ジョンソンの驚異的な才能と1930年代のブルースシーンにおける幅広い支配力はデルタのスタイルから都会の宣伝までを網羅しており、彼を初めてのスタイルを紹介するための完璧な選択にしました。しかし彼の同輩は最新のブギーシャッフルのスイートホームシカゴ、 や、yeah, I believe I'm going to dust my bloom のような楽曲を称賛する傾向がありましたが、コロンビアのアルバムは彼のレパートリーの中で最も古く、私的な楽曲に焦点を当てていました。サンハウスから、ヘルハウンド・オン・マイ・トレールなどの心に残る曲まで、彼の巧みなソングライティング、見事なギターワーク、そして暗く感動的なボーカルは、 田舎の交差点で悪魔に魂を売ったという伝説や嫉妬深い夫に殺されたという話で保管されていました。多くの若いファンにとって、ジョンソンはブルース音楽の理想だけでなく、ブルース生活のロマンチックなイメージも体現していました。そして彼が亡くなった後、これらのファンは同様のスタイルや神秘性を持つ生存アーティストに目を向けました。 ハウスは引退から復帰し、トランスのような情熱的なパフォーマンスで、大学の観客を驚かせました。ブッカーしばしばブッカーと綴られる、ホワイトやロバート・ピート・ウィリアムズは、古い78回転の制限で見逃されていた、詩的な豊かさを示唆する、長く即興的な曲を録音しました。そして、ジョンソンのヘルハウンドのモデルとなった、デビル・ゴッド・マユーマンのスキップ・ジェームズは、 ついにジュークジョイントのエンターテイナーだけでなく、偉大なアーティストとして認識されました。ジェームズは高く、激しい声で歌い、ギターとピアノの両方で、通常とは異なる、マイナーキーのスタイルで演奏しました。1931年に初めて録音されたものの、彼の地元のデルタの南にある、ベントニアをほとんど知られていませんでした。 他の主要なブルースパフォーマーよりも、ジェームズは自分の美学的な選択に固執し、観客の思考にはほとんど妥協せずに、西洋のアカデミックなアーティストのように音楽に取り組んでいたようです。彼の作品の感情的な力は、1930年代のほとんどのブルースファンには伝わらなかったものの、それは明らかにジョンソンに訴えかけ、リバイバリストはそれを独特の天才の詩的な証として、 賞賛しました。対照的に、ほとんどのリバイバリストは、R、R&B シーンのブルース志向のスターには、ほとんど関心がありませんでした。現代のエレクトリックスタイルの最初の長編研究所、アーバン・ブルースが1966年に出版された時、著者のチャールズ・カイルは、アフリカ系アメリカ人の音楽リスナーの約70%が、ブルースを含むソウル音楽に興味を持っていると推定しました。そのうち、約20%が、B。 B、キングなどの現代的なブルース志向のアーティストを支持していました。アルバート・キング、フレディ・キング、ボビー・ブランド、リトル・ミルトン、そして、ウォーターズやフッカーのようなダウンホームのプレイヤーに興味を持つ者は10%未満でした。一方で、一部の白人ジャズ、及びフォークのファンは、フッカーやウォーターズを発見しましたが、ディープサウス内の数千人の白人アメリカ人が、B、B、キングの音楽を聴いたことがあるとは思えないと疑っていました。